こんにちは、そっかじくの久保です。今日4月4日月曜日になりました。まあ春になりましたね。桜も咲き始めて、この調子で FX も大きな花びらが咲くといいですね。え桜の花が散ってきた。嫌な感じですね。まあ今週はですね、ちょっと変わり目に入ります。変わり目というと、今まで一本調子で右肩上がりだったものが、もしかしたら下落に入るかもしれない。いやいや、変わり目にはね、もう一つ意味があるんですよ。新しい上昇トレンドっていう変わり目です。だから、 全体的には継続して右肩上がりなのかもしれません。まあその辺を今日はね、解説していこうと思います。じゃあ週が変わりましたので、週足からご覧ください。今ご覧いただいているのが週足ですけども、トレンドってのはね、こんなにはっきり出るわけですよ。ここを変わり目として、それまで右肩下がりだったものが、ぐーっとね、右肩上がりになって、急速に上昇しましたよね。これっていうのはね、ファンダメンタル後の ロシア、ウクライナ情勢から世界のトレンドが変わってきてひいては有事の際の日本円ではないってことがはっきり分かってるところなんですよ有事の際のドル買いに入ったそして円は変われなくなっただから円安になっていくってことが分かるんですよねチャートを見て国際情勢は国の通貨ひいては国の力のパワーバランスを知ることができるこれがね FX の面白いところですよねちょっとさかのぼっとと、ていくと こちらの方にも変わり目があって、それまでの右肩上がりが下がりになりましたよね。で、その前にはここが変わり目になってます。ということで、変わり目ってのがね、週足で見ると、あこういう風うに起きてるんだってことがわかりますよね。だから、長期であればあるほど、投資ってのは勝ちやすいんですよ。ただし、長期であればあるほど、大きな資金が必要になってきます。それは振れ幅があるからなんですよ。上下に振れながらありますんでね。どこで倍をかけても、 確かに利益は最終的には取れるんですけども、ただ、この、下がり目でロスカットを食らうかもしれないでしょだから、週足でエントリーするとなると、それなりの資金が必要だよってことです。その代わり、週足で勝負すると、この丸の中であるように、たった3本か4本の、このロウソク足の間に、数百万、数千万という利益を上げることができるんですよ。じゃあ、大きな話はこの辺にしといて、ちょっと冷足の方に移っていきますね。 ちなみに、週足は右肩上がりです。はい、じゃあ、冷やしになりました。冷やしも相変わらず右肩上がりですけども、この辺りで、ちょっとね、三角形の帽子みたいなものができていますよね。ここが変わり目を予想させるということなんですよね。125円に達した瞬間に、急速にヒゲを出して、つまりは、この辺りとこの辺りで、エントリーした方が、もう、バカバカっとね、決済して、利確して、巨万の富を得たわけなんですよ。 まあ私もその一人なんですけども私の相場解説を見てる方の中にも数名ですけどもね40万50万という利益を一発で上げた方がいますそれは上げれるようになるんですよ適正なロットと適正なあ相場解説から吸収する読みを持ってすればねそれからそこに資金を投じれる勇気ですかね精神力ですだから知識経験そして精神力この三つのフェーズってのは どこまで行っても変わりません。はい。しでは右肩上がりなんですけども、もしかしたらこの変わり目によって、大きく下に下がっていくか。高根県ですからね。もしくはこの高根県からさらにね、新しいフェーズとして、右肩上がりが継続されるか。まあ、日本円がそれほど売られるってことですから、あんまりね、日本人としては嬉しくない部分なんですけどもね。もしかしたらね、ロシア・ウクライナ情勢も、ここで交渉が成立して、 ある程度肩がつくのかなと思うんですよ。まあそういうふうなファンダメンタル要素も入れながら変わり目っていうのを意識していこうかと思います。えそれではね、4時間の方を見ていきます。はい、4時間ですよ。なんとなくヘッドショルダーが匂ってきたっていうところで結局ヘッドショルダーにはなりませんでしたね。ヘッドショルダーってのは高根県で肩、頭、そして肩、 ブレイクアウトっていう形で大きく下に下がるはずなんですけどもヘッドショルダーでもですねこの肩で弾かれてさらに上に行くパターンがあるわけですよで多くの場合はダブルトップとかを作るんですよねダブルトップを作ってそこから大きく結局下に下がるみたいなこともありますしねその他ダブルトップをぶち抜いて新しい上昇フェーズに入ることがあります だから変わり目なんですよ。継続に見える変わり目ですよね。はい。4時間足は右肩上がりです。じゃあ最後1時間を見ていきましょう。はい。1時間は横ばいから右肩下がりに見えますよね。うん。この黄色い線を引いたのは、ブレイクアウトしたかなと思ったからなんですよ。でも、その判断はちょっと変わりました。ただ、黄色い線は使いますので、このまま残していきます。 で、これはね、別の動画でも上げたんですけども、この125円が巻き戻されて、この頭が揃ったところがあるでしょここにまず点を引いて、今度、ここも頭が揃ってますよね。ここにも線を引きます。以降、ポイントになるところを、こうやってマーキングして、一直線の線で引くと、実はですね、レンジっていうのはこういう風うな形ですけども、レンジを、 ちょっとだけ傾けた、倒したような形のものができるんですよ。こういう風うに傾けてね。こういう風うにガクッと倒した形のものです。それがここにあります、こういう風うに。ね。この安値圏にも3つのポイントが引けて、これがこんな形で箱になってるわけですよね。で、まさにここをブレイクアウトして、 上昇していってるわけなんですけども、そうなるとね、新しいフェーズの右肩上がりが始まるんではないかなと思わせるんですよ。で、黄色い線に戻りますと、ここと同じように、ここでもブレイクアウトをしてるんですよね。ただ大きく上に伸びませんでしたので、はっきりとしたブレイクアウトではないんですけども、まあ、こっちの下の方にはもう値動きがついてませんよね。この黄色い線の上側の方に値動きついてますよね。 だからこれが今後もこっちの方に伸びていくのかごちゃごちゃになってすいません下の方にやっぱり潜っていくのかを確認する月曜日にしようかと思いますはいでは1時間軸は横ばいから右肩下がりに見えるかなまあ横ばいですねということなんで全時間軸が右肩上がりの方向からちょっと変わってきましただから変わり目だってことなんですよ はい。今回はちょっと丁寧に解説してみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、月曜日でね、特にここまでずっと、同一トレンドでバ、バイアンドバイアンバイで来ましたんで、この変わり目はちょっと逃さないようにしていきたいなと思います。でも、結果、新しい右肩上がり、つまり、バイのフェーズに入ったのかもしれませんからね。変わり目だからといって、今までとは、また、逆の動き方。つまり、買いから売りに来ることだけが変わり目ではないってことを、よく覚えて,おいてください。買いから買いに入る変わり目もあるってことです。 そのための今日は見極めの月曜日にしようかと思いますそれでは行ってみましょう